はい、こんにちは。シンガーソングライターの井田正樹です。今日は曲作りに必要なものって何があるのっていうお話をしていきたいと思います。最後までよろしくお願いします。曲を作るときに必要なものって何なんだろうって思う人結構いると思うんですよ。で、例えばまあギターが必要なんでしょうとか、ピアノが必要なんでしょうとか、あとはパソコンで音楽作るからパソコンが必要で、ソフトが必要でとか、なんかいろんな機材必要なんじゃないとか、そういうふうに思ってたりとかしませんか？で、まあそれも間違いではないです。実際にこう、まあギター弾きながら曲作ったり僕もしますし、まあピアノで作ったこともあるし、そのパソコン使って作るって方法もあるんで、そのね、なんかいろんなもの必要なんでしょっていうのは間違いじゃないんですけど、先にね、答えから言ってしまうと、別に何もなくてもあなたの体だけあれば曲は作れます。まあ、強いて言うんだったら、録音するもんかな。スマホがあればいいから、体とスマホだけあれば、全然曲作りっていうのはできます。じゃあ、ギターとかね、そういうピアノとか楽器とかパソコンとか、いらないの絶対。って言ったらまたそれも違うんですけど、何のためにこういうね、楽器が必要になってくるかっていうと、その作ったメロディー、要は作曲したメロディーに対して、その、なんだろう、このコードとか、まあ、和音ですよね、とかをつけていく。要は編曲するために必要なんですよ。そういうね、曲にまあ装飾をするというか、するためにやっぱし必要で、まああとはその曲作りの方法にもよりますけど、先にこうギターから作っちゃう、要は伴奏から作っちゃうっていうのをやって、そこにこうメロディーを乗っけていくっていうのは、さっき言ったその何、曲に装飾するっていうのと曲を一緒に作っていくっていう、メロディーを作っていくっていうのを同時にやるので、その時は確かに楽器は必要なんですけど、曲を作るっていう、メロディーを作るっていう時はもういらないんですよね。ギターもピアノも、もうもっと言うのはパソコンだって別になくたってできるしね。なのでやっぱし自分の体と、まあ本当スマホぐらい、録音するものがあるぐらいで本当に十分なんですよね。で、なんか作曲って難しそうとか、そんなので本当にできるのって思うかもしれないんですけど、そんなにね、難しく捉える必要はないんですよね。だってね、作曲って鼻歌作りみたいな感じで取り組んでいけばいいんですよ、最初は。本当にこう、例えばお風呂入ってね、なんか心地いいなっつって、ふんふんふんみたいな感じで作っていくのも、それも立派な作曲なんです。どうしてもね、作曲って難しいものって捉えられがちだから、なんかやっぱ楽器が弾けないとできないんじゃないかとか、そういう難しいね、なんか理論がなきゃできないんじゃないかとか、あとはそういう高価な機材とかがなきゃダメなんじゃないかなとかって思ってる方多いと思うんですけど、本当にね、そんなことないんですよね。まあもちろんそういうのがね、後々必要にはなってくると思うけど、まず作曲を始めたいっていう人は、何も本当にスマホと体だけあれば大丈夫なんで、気軽にチャレンジしてみてください。なんか作曲そう言われてもできないぜっていう人は、この動画見てみてください。なんとなくね、これ見てもらえば感覚的に分かってもらえると思うので、ぜひぜひ見てみてください。ということで、今回は作曲をするのに必要なものは何かというお話でした。最後まで見てくれてありがとうございました。実際僕もあれですよ、作曲するときって本当楽器とか何も持たないで、お風呂から出てきて、わめっちゃ心地いいぜみたいな、なんか曲出てきたみたいな時とか、まああとはなんかお酒飲んで気分良くなってる時に、あ、なんか曲できたなっつって、こうすぐにね、ボイスメモに入れたりとかやってるんで、本当にそんな感じで作っていくっていうので、全然本当に十分なんで、まずはね、自分の声だけで作曲チャレンジしてみてください。絶対できます。それではシンガーソングライターの井田正樹でした。また会えるの楽しみにしています。それじゃあまずはね、自分の体とスマホだけで作曲してみてください。じゃあまた会えるの楽しみにしています。それじゃあまたね、バイバーイ。はい、ここで僕からお知らせがあります。ギターを始めたばかりの人でも、音楽理論が全くわからないっていう人でもね、自分の曲作ってみたいと思いませんか？結論から言うと、作ります。僕がこの10年間以上の音楽活動の中で、時間もお金も使って学んできたことを、全15話合計70分の、動画講義の中にこうギューッと凝縮して、無料でプレゼントしたいと思います。イエーイ。例えば、シンガーソングライターに憧れてるんだけど、どうやってなればいいかわからないっていう人とか、ギターのコードって難しくてちょっと押さえるのっていう人とか、
ター、まあ、少しは弾けるけどちょっと表現力自信がないんだよねとかいう人とか、作詞してみたいんですけどどうやってやっていいかわからないですっていう人とか、曲作ってみたいけどどうやっていいのかわからないなっていう人とか、あとはもっと気軽にね自分の曲を作ってみたいんだけど私なんかできるのかなとか僕なんかできるのかなっていう人とかね、あとは自分もこうステージの上に立ってライブをしてみたいっていう人にはねぴったりの内容になってます。で、本当に最初に言ったけどお金は自分もかからないです。登録方法は、パソコンでもしこれを見てくれてる方の場合は、YouTube のこのもっと見るっていうのをこうピッて押してもらうとふーんって出てくるんで、そこのリンクを押してもらってメールアドレスを打ち込んでいただいて登録してもらうと第1話が届きます。で、スマホで見てくれてる方はですね、あの三角のマークみたいなのこうあると思うので、それピッて押すとやっぱりそのリンクがねさーって出てくるから、そこを押してもらって、メールアドレスを打ち込んでもらって登録してもらうとすぐに届きます。で、パソコンでも、スマホでもどちらでも見れるのでぜひ登録してみてください。それでは最後まで見てくれてどうもありがとうございました。シンガーソングライターの飯田将希でした。動画講義の中で会えるのを楽しみにしています。それじゃあまたね。